うさぎ用のトイレ2つ、綺麗が続く、お悩み解決トイレ、うさぎの楽ちん清潔トイレ。皆さんこんにちは、まさかずと申します。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらのうさぎ用のトイレ2つ、綺麗が続くお悩み解決トイレ、こちらとですね、うさぎの楽ちん清潔トイレ、こちらの2つをですね、いろんな視点で比較しながら、それぞれですね、どんな方に向いてるのか、それを解説していきたいと思います。まずはですね、こちらの2つのトイレ、それぞれ日々のお手入れはどういう手順でやるのかっていうのを簡単に1分ぐらいの映像でまとめてますので、そちらからご覧いただけたらなと思います。はい、それではどうぞ。はい、まずはですね、こちらのお悩み解決トイレの方のお手入れ手順ですね、簡単におさらいします。こちらに手を入れてですね、もう片手で簡単にできると思います。スーッと上にスライドさせて、ここもですね、もう置いてるだけですね。ここにもうケージに固定してるレールに沿わせて、上側のカバーをかぶせてるだけですね。これも置いてるだけです。なのでもうパッと取り出して、これをもうつまんで捨てるだけですね。では続きまして、こちらのうさぎの楽ちん清潔トイレ、こちらのお手入れ方法はですね、まず上から覗いていただいてですね、でうんちの量まだそんなにしてないので、これはもうこのままで大丈夫だと。というのがですね、専用の消臭できる砂が入ってますので、もうこれぐらいであれば問題ないんですよね。次にですね、ここのトレイを開いてみて、で昨日の夜変えたばっかりなんで、まだまだ吸収できますね。これも消臭能力が高いシーツなので問題ないかなと思います。ということで、こちらの2つのトイレのですね、お手入れ手順の簡単な解説をですね、見ていただいたんですけれども、単刀直入にですね、こっちはこんな方に向いてます、こっちはこういう方に向いてますっていうのをですね、言っていきます。まずこちらのですね、綺麗が続くお悩み解決トイレが向いてるなっていう方はですね、とにかく手軽にさっとお手入れができて、まあ、こまめに綺麗にしておきたいなっていう方ですね、それに向いてますね。そしてこちらのうさぎの楽ちん清潔トイレに関してはですね、なかなか忙しくてですね、一日に何回もお手入れができないっていう方ですね。その代わり、まあ、二日に一回とか三日に一回は、少しだけなら時間をとってメンテナンスができるよっていう方に向いてるトイレですね。というのがですね、こちらはですね、もう毎朝、早い方はですね、1、2分で終わると思いますね。この、外の上のカバーですね、これをスッとレールから抜いて、これをスッと抜いて、で、これをですね、この中に入ってるシーツ、これをポンと取り出して、捨てるだけ。なので、もう本当に、1日に1回、2回は、こまめに手入れするって方に向いてるんですね。で、こちら。こちらは、なんで何日かに1回、お手入れで問題ないかっていうとですね、この上に専用の砂が入ってます。こういう風になってるんですね。まずはウサギが乗っかるスノコですね。その一個下にも、ここも網目状になってるんですよね。で、そこをですね、うんちはそれより下に落ちない。そして、おしっこだけ下のシーツに吸収されていくんですよね。ということでですね、ダブルで消臭できる構造になってるんですよ。なので、時間が経過してもですね、こちらの方が臭いが発生しにくいんですね。こちらの専用シーツなんですけれども、
1枚で3、4日分のおしっこを吸収。本当に小さいシーツなんですよね。で、こちらのお悩み解決トイレ、この専用シートの方が大きいんですけど、こういう感じですね。倍以上、3倍近くサイズが違うんですけど、それでもこっちの方がですね、たくさん、たっぷりと吸収できるんですよ。そういうメリットがありますので、やっぱりお手入れ頻度が少なくても問題はないかなと。そういう部分で、まあ、本当に名前の通り楽ちんな上に清潔さが維持できる、そういうトイレなんですね。ただこの、まあ、前回の動画でもご紹介したように、ここがちょっとたまにスムーズに開閉がしっかりと奥まで閉まらないことがあるので、そこをですね、気になる方はこっちの方がスッと抜いて、これを取り出してシーツをつまんで捨てるだけ。そこが大きな違いなので、もう本当に極端にですね、商品の特徴が分かれてる2つになるんですけど、まあ、それをですね踏まえた上でこのトイレをですね選んでいただけたらなと思います。はい、あとですね、これはまだ使い始めて1週間なので何とも言えないんですけれども、こういうトイレとかの樹脂をですね、どうしても噛んでしまう癖があるウサギさんはこっちの方がいいかなと思います。そういうのがですね、ここですね、どうしても噛んでしまってるんですね。でそれに比較してこちらはまだ噛んでるような形跡がないんですよ。やっぱりここがですね細いんですよね。でここは幅があって、ウサギさんが口を開けてもですね、こう挟まらないような幅広の設計になってるので、そのあたりも影響してですね、これだけ全く噛まれてないのと、結構削られた跡がある。で一応木の枝ですよね、リンゴの木の枝みたいなのを買ってきてですね、対策はしてるんですけれども、それでまあ一旦はだいぶこちらを噛む癖は落ち着きましたね。よいしょ。はい、ということでですね、今日は以上になります。あとはもうまだ仕事に出るまで時間があるので、一緒に少しだけ平安歩して遊びたいと思います。このチャンネルではですね、こういう風に実際にウサギたちと一緒に生活をしていってですね、感じたところをですね、動画で皆さんにお伝えしたりですね、まあ、一緒にこうやって楽しく遊んでいく様子とか、この子たちの日々の出来事も動画で発信できたらなと思っております。こちらの動画がいいなと思ってくださいましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは他の動画でもお会いいたしましょう。さよなら。